おはようございます、北海塾の久保です風が流行ってるというふうに一年中聞くんですけども皆さんのところではどうでしょうか風の流行ってない時ってあるんですかねまあ、それとはちょっと関係ないかもしれませんけどもあ百貨店とかねスーパーであのマスクをかけている店員さんご覧になったことあると思うんですよ どうやらそれがですね印象が悪いということで禁止になっているところがあるそうなんですよねいやーなんというお呼び越しというかねあの心の狭い話だなと思うんですよいやマスクをしていて印象が悪いってことになるとじゃあご家族の方とか近所の方がマスクしてたら印象悪いですかねだからそれはですねマスクをかけている人に対して印象が悪いとしか見えない人の心の貧しさだと私は思うんですけどもそれからもう一つねマスクをかけていて気に入らないんだったらその店に行かなければいいんですよ もう世の中には無数に店があって、自分でその店を選ぶ権利があるんですよね。そしてお店としても、どんな格好をするかってことを選ばせる権利があるんですよね。まあそこに対してですね、まあ気に入らない店に行って、お前は気に入らないって言って、それを変えさせる、まあ、お客さんがいるとしたら、ちょっと残念な世の中になってくるんではないかなと思うんですよ。自分の気に入った店を選択して、そこを利用すればいいわけですよね。なのに気に入らない店を選択して、気になれって言いに行くっていうね、まさにね、なんかその昔の2チャンネル、今でもあるのかな。<laughs> そういうふうなね、 誰かの悪いところをわざわざ見に行ってその悪いところをわざわざ指摘してさらに自分が嫌な気持ちになるっていうのはね、まあ、大好きな人がいるのかなと思いますけども私たちはねそうではなくていいものを選択していい気持ちになってさらに応援していくもったやれもったやれっていう風なねそんな,風な、ね、こう声援を上げていきたいかなと思いますそのようにですね、私たちは地域で励まし合って社会で励まし合って人間関係を作っていくそういうのが大好きな人とつながっていきたいかなと思うんですけども皆さんいかがでしょうかそれでは本日もいってらっしゃい